中澤正人は、元プロ野球選手。左投げ左だ。埼玉県大宮市で生まれ、父が、転勤族であったため、石川県、富山県と引っ越しを繰り返す。なお、父も、高校球児で、新潟県立栃尾高校で、甲子園を目指す投手であったが、大会前に骨折をして、予選での出場ができなかった。富山省三年夏に、AS で、甲子園出場も、 初戦敗退。中央大では1年春から登板。2年春に30奪三振、防御率0.95を記録し、3勝を挙げるも、その後は怪我で苦しみ、一部通算5勝で終わる。3年秋の入れ替え戦で敗れると、チームも2部に降格し、プロにアピールできず、トヨタ自動車に進む。社会人野球では2008年、ヤマハの補強選手として、 都市対抗に出場。社会人野球日本選手権大会では、日本生命戦で先発し、6回途中無失点と、高騰するなど、チームの日本一に貢献。2009年、都市対抗二次予選、ホンダ鈴鹿戦で、最速147キロを記録。本戦でも3試合登板無失点。2009年10月29日、 ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから一位指名を受け、11月30日に契約金1億円プラス歴高、払い5000万円、年俸1500万円で仮契約した。背番号は14。トヨタからヤクルトに入団したのは古田敦也以来2人目。2010年は開幕4戦目の中日戦で初登板、初先発を果たした。この試合で5回1。 3を、ブランコのホームランのみの2失点に抑え発勝利を挙げた。球団では、石川正則以来8年ぶり、2010年の新人で最初に勝ち星を挙げた投手となった。4月23日の横浜ベースターズ戦では、球団では、山部太史以来16年ぶりとなる新人での完封勝利を記録するとともに、 打撃でも3安打を放ち、チームでは1969年の藤原誠以来41年ぶり、日本のプロ野球全体で見ても1972年の山本和幸以来38年ぶりとなる新人投手の猛打賞を達成した。2011年は1試合の当番に終わる。2012年は後半戦に谷間の先発とて抜擢され、3つの試合に先発し、2勝を、 あげた。2013年は開幕二軍となるが、7月5日に一軍登録される。その後3試合に先発するが、いずれも5回までにノックアウトされた。11月11日、来年度より背番号を14から54に変更することが発表された。2014年は4月に一度先発したものの、登録抹消となった。 8月の復帰以降はリリーフとして登板を重ね23試合で防御率0.84の成績を残した。2015年は中継ぎとして自己最多35試合に登板し防御率3.03、ホールド3つを記録した。2016年は前年を下回る19試合の登板にとどまるも左打者を左つ171に抑えた。 2017年は28試合に登板。2018年はワンポイントを中心に37試合に登板。防御率は6点台だったが11ホールドを記録した。2019年は1試合の登板にとどまった。2020年10月24日、現役引退を表明。2軍サブマネジャーとして球団に残る予定。2021年度より、 二軍サブマネージャー兼広報に就任した。投球フォームをサイドスローに変更後は大左のワンポイントとして登板していた。スライダーが武器。ありがとうございます。